チュチュチュイーン。また詐欺られました。中華製品評論家吉田製作所有限公司総経理吉田義雄でございます。残念ながら日本のカメラメーカーはもうオワコンです。 YouTuber に最適なカメラはありません。たくさん買いましたよ。残念ながらどれもしっくりきません。フル HD ビデオカメラ、 4K ビデオカメラ、 EOS R フルサイズミラーレス、 GH5S、 これはなんだ、 G8。カメラって興味ある人あんまりいないから説明してもどうかと思うけど、メインに使っているのはパナソニックの GH5S88 の超広角ズームレンズのセット。今のところこれが一番マシ。このセットだけで40万円近いんですが、手ブレ補正がないので手持ちができないのは気に食わない。あとビデオカメラよく使えって言われるんだけど、ビデオカメラだけはマジでワコンだから。各社まともに開発してないんで申し訳ないけど使い物にならん。スマホのがマシ。以前紹介した EOS R は正直言って微妙だね。キャノンさんはフルサイズミラーレスで大苦戦中。ソニーに大負けですが、まあ使えばわかるよ。これ売れねえなって思うもん。明らかにソニーの α7 シリーズのが最高です。高感度もあんま強くなくて GH5S と大差ありません。売却予定。まあそういうことで日本のカメラメーカーはもうダメ。時代は中国。もはや日本は中国に技術では勝てません。家電もスマホもテレビも半導体も液晶ディスプレイも有機 EL も中国に完全敗北。まあ電子機器系は韓国にも負けてるけどね。まあだからカメラも中華のがいいに決まってる。そう思って Amazon で中華のカメラを買ったわけ。アーベロイ社の 13,999 円のレンズ交換式カメラ、ここではミラーレスカメラと呼びましょう。レンズ2個セットでこの価格、日本メーカーなら最低でも5、6万。さすがは中華、衝撃的な安さです。しかも評価は51件ついて星4。もう間違いないでしょ。まあ箱はまともな印象を受けますね。もしかしたらアーベロイ社のミラーレスカメラは大当たりかもしれません。ただちょっと気になるのは、どこにも社名やブランド名が書いていないところ。アーベロイというロゴもどこにもありません。スペックはご覧の通り。簡単に言えば3インチバリアングルモニター搭載で2400万画素、デジタルズーム16倍、動画はフル HD30 フレームまでいけます。まあまあ悪くないでしょ。1万4000円だと思えばね。USB 充電器が雑にぶち込まれていました。一応日本仕様にはなっているんですけど、これは完全にアウトだね。電気用品安全法に完全に違反しています。PSE マークを一応印刷していますが、輸入事業者名がどこにも書いてありません。アーベロイ株式会社とか書いてないと NG ですね。完全に違法。残念。右下にロット番号を書く欄もあるんだけど、何も書いてないんで、こんな怖いの使えないよね。綺麗に梱包されてるようで中途半端だよね。カメラは衝撃に弱いはずですが、こんなに隙間あったらシェイクされちゃうよ。取扱説明書は中華製品としては一級品なクオリティです。ところどころ変な日本語はありますが、普通に読めます。普通に読めるんですよ。感動レベルです。これはすごい。カメラ本体、交換用レンズ、レンズキャップ、レンズキャップ、 USB ケーブル、しかもミニ B だよ。ミニ B の USB ケーブル、HDMI ケーブルだね。片っぽが小さいやつで、バッテリーが2個、リチウムイオン 800mAh 3.7V、 あと謎の吹き物、あとは入れ物のティッシュと、これチチチン。ロゴ入ってねえな。商品画像ではアーベロイのロゴが入っていましたが、現物では何も入ってません。吉田はアーベロイのロゴがかっこいいなと思って買ったんですけど、なんか詐欺られた気分です。というかロゴがないとダッセ。その代わり CMOS カメラデジタルズームという謎の文字は入ってます。見た目はおもちゃみたい。ビニールに凹凸をつけただけのフェイクレザーが貼ってあります。プラスチックの部分は塗装されてないので、ザ・プラスチックみたいな見た目です。フラッシュは表面実装の LED が2個使われている、なんちゃってフラッシュ。スマホのライトと一緒の方式ですね。なんか生意気にも一応アクセサリー集はついていますが、電気接点的なものはありません。ボタンが2個ありますが、左側がシャッターボタン、右側が電源スイッチ。なんかダイヤルっぽくなっていますが、完全にフェイク。回りません。ただの飾りです。ぶっちゃけフェイクだけはダサいよね。ない方がマシだよ。ちなみに普通の一眼カメラはくるくる回ります。シャッタースピードとかを変えられる機能ですね。これは無理。あとシャッターボタンがやたら遠くて押しにくかったです。フェイクのダイヤルがガタガタしてるせいで指の付け根も痛い。使い勝手とかは特に何も考えてない感じだね。おもちゃみたいだわ。背面のスイッチは安っぽいというか、日本のカメラってすげえんだなって改めて思った。バリアング液晶、こうはなるけど回らねえんだな。
このアーベロイのミラーレスカメラの最大の特徴はバリアングル液晶、 YouTuber に必須の自撮りに対応。ただ強度は相当怪しいかな、グラグラしてます。日本のカメラもこの部分が結構壊れたりしますが、これはバキッと折れそうな感じがします。マイク端子がついていました。外部マイクつけられるっぽい。充電はミニ B、 マイクロ USB じゃないのがクソすぎるよね。ストラップホールはまあ使わない方が良さそうだね。あ、これ SD カードスロット、 SD カードスロットが直でした。このタイプは初めて見ましたが、いちいち蓋開けなくていいんで意外にいいかもしれん。普通はこうだよね。電池のところも作りは良くないですね。蓋が開けにくい。爪で引っ掛けて引っ張らないと開かないです。ロックをスライドさせただけではダメでした。ちなみに電池位置は逆向きでも入ります。キャノンの一眼は逆には入らないようにできています。ディゴン、あ、入った。ウェルカム。音でかっ。でもちゃんと日本語になってんな。2400万画素選べました。 ISO はオートか100から400まで。 ISO400 までしか使えないデジカメなんて久しぶりに見ました。15年くらい前のコンデジレベルじゃねえのか。顔検出や美顔機能もついていたりと、まあ基本的な機能くらいはありますね。ただ細かな設定は何もできません。シャッタースピードや絞りの設定もありません。動画はフル HD だと30フレームみたいですが、 HD なら60フレームいけるみたい。ループ録画とか HDR とか薄々気がついていますが、これってあれですよね、 Amazon でたくさん売っているドライブレコーダー、あれをデジカメの形にしただけ。そんな疑惑が出てきました。運動検出ってあれでしょ、振動を検知したらロックするとか録画するとか。うーん、ドライブレコーダーですね。チチチュイン。顔検出が気になったので試してみました。一応顔っぽいものに反応しています。検出はしてくれますよ、ちゃんと。でも検出はしてるけど、だからといって何も起きません。これね、びっくりしたんだけど、オートフォーカスはついていません。ピントは完全固定。今時の安いスマホでも AF はついていますよ。顔検出って普通顔にピントが合うようにするものですが、 AF がないから顔検出しても何の意味もないと思います。確かに顔検出 AF とは書いてないですからね。顔検出ですからね。顔検出です。あと絞りもありません。常に開放 F3.2 です。まあそれはね、 AF も絞りもないの当たり前です。だってドライブレコーダーなんだもん、もともとは。画角はね、 35mm から 40mm ぐらいの間かな。これは撮影した写真です。何も加工していません、そのままです。画質が終わってる以前にピントが全く合いません。そりゃオートフォーカスではないですからね。2メートル離れないとピントなんて合いません。まあ2メーターくらい離せばそれっぽくは映りますね。等倍に拡大、ピントが合っているのか合っていないのか、手ブレしているのかしていないのか、単純にセンサーやレンズの性能が悪いのか、解像感が全くありません。これはさすがにひどいよね。あと写真の端っこが赤っぽく変色しています。たまたまではなく全ての写真で同様の傾向です。いやー、ここまでひどいとは思わなかったよ。3000円くらいで売っているトイカメラみたいな画質ですよね。1万4000円の画質には思えません。同価格帯の日本メーカーのコンデジの方が100倍画質がいいと思います。連写モードオン。連写ですよ。連写ですからね、これ。連写です。連写ですから。あれ、もう連写できなかった。普通連写ってシャッターボタンを押している間連続でカシャカシャ言うもんだと思うんだけど、どうやらこのカメラの連写はシャッターボタンを押すと3回連続でカシャ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 なる、そんな機能です。押し続ける必要性はありません。1回押すと3回カシャカシャ言います。クソだろ。当然このクソカメラに光学ズームなんてついていないんですが、デジタルズームは一応できます。デジタルズーム16倍が売りなんですが、パッと見3倍くらいにしかなってない気がします。嘘っぱちすぎるだろう。当然ですが AF なんてないので自撮りなんてできません。液晶がクルリンパしても無理です。手の長さが 2,3 メーターあれば自撮りできますが、1メーターくらいの人ではピントなんて合わないです。まあピンボケになるってのもあるけど、そもそも画質が終わってるので、奇跡的に手の長さが3メーターあってピントが合ったものが撮れたとしても使い物になる写真にはならないと思います。ちなみに撮影情報、イグジフはめちゃくちゃです。やべえ。カメラの製造元はメーカーネーム、カメラモデルは96650です。絞りは F3.7 なのに F1.8 と偽装。 ISO100 から400なのに ISO55 という謎の数値。
焦点距離は 7.36mm なのに 4mm に偽装、すべてが無茶苦茶です。チチチュイン。もはや 14,000 円のゴミ確定なんですが、一応付属のレンズも見ておきます。実はこのレンズ一つに見えて二つに分離します。半分だけつけるとマクロレンズ、両方つけると広角レンズに早変わり。マクロレンズをつけると 1.5 倍くらいズームになるのかな。多分フルサイズ換算で 50mm 前後だと思います。マクロレンズなのでこんなに近くが映ります。しかもちょっと画質が良くなりました。ただ逆に遠くにピントが合いません。なぜならオートフォーカスがないからです。遠くを撮る場合はレンズなし、近くを撮る場合はマクロレンズをつける、ある意味究極のマニュアルフォーカスカメラと言えるでしょう。素晴らしい技術、素晴らしいアイディア、感動しました。レンズを両方ねじ込むと広角になります。何もつけないと 35mm、 マクロで 50mm、 広角で 24mm くらいかな。だいたいそれくらいの焦点距離になります。結構広く映るようになりますが、広角レンズをつけるとさらに画質が悪くなりますね。そりゃそうだよね、余計なレンズ2枚もつけてるわけなんで。等倍に拡大、完全にダメですね。ちなみに吉田の撮影部屋は部屋の中としてはかなり明るい方、動画撮影用に強力な照明をつけています。なのでスマホのカメラとかで撮影してもかなり綺麗に撮れるんですが、この中華カメラは全然ダメ。フラッシュです。まあ意味不明ですね。チチチュイン。まあ動画なんて期待なんて全くできないんだけど、一応撮影してみました。拡張用のレンズは外した状態です。何もつけていません。補正も何もしていません。基本的にピントがあままです。オートフォーカスがないんで2メーターくらい離れていても微妙にピントが外れてる印象。もっと遠くじゃないとピントが合わないんじゃないかな。風景専用って感じですね。ズームするとよくわかりますが、画質は相当悪いです。ソニーの一眼カメラのような超解像ズームではなく、ただ単に拡大してるだけな気がします。なんちゃって HDR です。これ HDR、 何が変わったのかはわかりません。 HDR という設定項目はありますが、オンにしたところで何も変わりません。あとマイクの音質はクソです。ブレ補正みたいな設定項目もありますが、手ブレ補正は効いてないかな。かなりブレブレです。あと相当シャッタースピードが下がってる気がします。結構カクカクしてる。オートしかないのでマニュアルで30分の1秒とかにも固定はできません。51人がレビューして星4。こいつら頭おかしいんじゃねえのか。確実に星1だよ。というか星0をくれてやりたいくらい。今気がついたんだけど、53件も質問が来ています。53件が質問が来るような製品なんてあんのかよ。不自然すぎるわ。簡単に言えば悪質業者に騙された、そういうことです。レビューがやらせ、桜なのかをチェックする桜チェッカーで調べてみました。結果はご覧の通り、桜度 99% の完全詐欺商品。騙されました。桜チェッカーのリンクやこの詐欺カメラのリンクは概要欄に貼っておきます。非常におすすめです。販売業者の評価もうさんくさいです。完全にやらせ桜ですよね、こんなの。まあ結論としては日本のカメラは最高、特にビデオ撮影ではパナソニックですね。パナ最高だよ、それがよくわかりました。ちょっと気になっているのはオリンパスの OMD EM1 Mark II、発売から時間が経って安くなっています。手ブレ補正も使えるので EOS R からの買い替えを検討中。パナのレンズもそのまま使えるしね。